おはようございます。しんどです。今日は、地域密着型の美容室で働く美容師の一日に密着していきたいと思います。ゲロ眠。はい、ということで、今、仕事が終わって帰ってきました。で、今からちょっと着替えてジムに行こうかなと思います。行ってきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあね、都内でバリバリ働いてるような人からしたらすげえなんかゆるふわな美容師生活だとは思うんですけど、まあ僕もいずれやっぱ都内に行ってやってみたいっていう気持ちもあるんですけど、まあこれから美容師になる人も都内でバリバリやってて、その都内のね目まぐるしい毎日にちょっと疲れて美容師辞めたくなっちゃってるような人っていうのも、その美容師辞めずにこういう選択肢もあるんだよっていうことを分かってもらえればいいかなと。本当に地域密着型の美容室って近所のね主婦の方が多かったりとか、道歩いててもその辺でお客さんに会うみたいな感じの美容室なので、本当になんだろう、せかせかしないで美容師として働けるかなと思いますね。まあ、何言ってるかちょっとよくわかんないんですけど、まあでも何が言いたいかっていうと、都内で働くだけが美容師じゃないよっていう、そういうことですかね。ゆっくり美容師やるのもいいんじゃないですかね。はい、ということで、ここからちょっと編集して、入れたいと思います。ではおやすみなさい。